4月5日、韓国でとある事件が報じられた。今から50年以上も前のベトナム戦争にて、韓国軍が民間のベトナム人をむごたらしく虐殺したことである。韓国軍によるベトナム人虐殺と暴行の被害者は判明しているだけで30万人いると言われている。韓国の教科書では慰安婦問題や徴用工問題は必修項目となっており、事細かく教えられる。しかし自らが加害者であるベトナム問題については全くと言っていいほど教育されていない。そのため、韓国軍による虐殺や強姦があったことすら知らない韓国人が多い。ムン・ジェイン大統領をはじめ歴代の韓国大統領は日本に対して謝罪と賠償を繰り返し要求し、日本政府もそれに応じて何度も謝罪と賠償を重ねてきた。日韓問題と反越問題を一概に比較することはできないが、日本には過去に対する謝罪を要求するにもかかわらず、頑なにベトナム戦争での事実を認めようとしない韓国政府のダブルスタンダードな態度は言語道断であろう。自らの行動を棚に上げて日本を攻め続けてきた韓国だが、虐殺から50年が経った今、ようやくブーメランとなって帰ってこようとしている。